何？何？そこで何をしている？何をしてるって、それはこっちのセリフだと思うけどまあいいわ。見て、今日は星がとても綺麗でしょ。星？こんなに綺麗に星が見えるなんて珍しいのよ。確かに今日はよく見えるな。散歩の途中でここを通りかかったら物音がして、何かと思って見ていたらあなたが出てきたってわけ。それじゃあ今度は私から質問するわ。あなたが出てきたところ地下牢の出口の一つよね。どうしてそんなところから出てきたの？衛兵の人でもないみたいだし、もしかして脱獄？そんなに怖い顔しないでちょうだい。興味があるから聞いてるだけなの。私はただのエデンの住人よ。あなたをどうこうしようなんて思ってないから安心して。私の名前はキサナ。あなたは？ケンシロウだ。ケンシロウさん、よろしくね。ケンシロウさんは脱獄してきたのよね。エデンの牢屋は厳重に管理されてるって聞いたけど、よく抜け出せたわね。俺がエデンに入ったのには理由がある。そのために抜け出した。何かやりたいことがあるの？人を探しているんだ。ユリアという女をな。ユリアさん？そう。知っているか？いいえ。エデンにはものすごい数の人がいるの。名前だけじゃわからないわ。そうなのか。それにエデンで人を探すのは難しいと思うわ。特に脱獄した人にとってはね。なぜだ？エデンの中は塀の外の10倍は警備が厳しいの。これまで脱獄して逃げ切れた囚人は一人もいない。それに捕まれば即死刑。そうなったらケンシロウさんの目的も果たすことができないでしょ。じゃあどうすればいいんだ？牢に戻ったところで話が通じる相手じゃない。一つだけ方法があるわ。エデンでは月に一度囚人討議という催しが開かれているの。囚人討議？ええ、町の中央にある闘技場で開催されている闘技会よ。
その名の通り、牢獄に収監された囚人たちが戦って優劣を競い合うの。そして優勝した者は町の指導者に会うことができる。そして一つだけ自分の望みを言うことが許されている。自分の望み。ケンシロウさん、ユリアさんに会いたいのだったら自らの手で自由を勝ち取りなさい。きっとあなたならできるわ。なぜお前は俺にそんなことを教える？エデンの住人にとって囚人討議は月に一度の楽しみなの。私、賭け事は好きではないけど、あなたが出るなら賭けるわ。それにね、あなたは悪い人には見えないから。そういうことか。それじゃ、私はそろそろ戻るわね。囚人討議に出たら頑張ってね。それじゃ、おやすみなさい。